チェコスロバキアの VZ61 スコーピオン。スコーピオンの名の通り、ショルダーストックは前方にスイングするように収まり、27センチの全長を実現している。サブマシンガンの口径としては小さい 7.65 ミリ弾を使用するため、発射時のコントロールが容易で、複数の弾丸を同一目標に命中させやすく設計されている。チェコスロバキアの特殊部隊や警察で採用されているほか、ユーゴスラビアではライセンス生産が行われた。